はい、皆さんこんにちは、マトウです。本日はライトルームのアップデートがされたということで、ちょっとそちらの紹介をしていきたいなと思います。いや、今回は控えめに言っても神アップデートなので、ぜひ試していただきたいと思ってます。このチャンネルではレタッチの動画だったりとか、写真を撮りながら構図の説明だったりとか、そういったカメラに関する動画っていうのをたくさん出しておりますので、ぜひ合わせてご覧いただければなと思います。で、今回ライトルームの新機能っていうことで6つほど紹介されてるかなと思うんですけども、主に今回ご紹介するのは上3つです。まあ、上3つがメインかなと思ってます。まずはマスクによりクリエイティブなコントロールと高精度な編集を実現。続いて被写体または空を自動的に選択して編集します。で、右の最後がいつでもどこでも写真に最適なプリセットを見つけられますっていうところで、特にこの中でも左の2つですね、まあ、これ2つが素晴らしくて、なおかつこの2つはセットかなと思います。まあ、文字だけだと何が何だか分かんない方もいるかと思うので、実際 Lightroom の画面で説明していきます。今回こちら iPhone の Lightroom モバイルの画面になります。最近 iPhone とか iPad でレタッチする方も多いかなと思いますが、まあ、そちらの方と同じような画面になっております。で、今写真出てるんですけども、まあ、この写真をレタッチしていこうかなと思うんですけども、今これ横画面にしているので、ここのツールの名前がちょっと出てないんですけども、今回特に紹介したいのは右上のマークのものになります。こちらですね、今ちょっとタップしてるんですけども、これが以前は選択ツールだったんですよ。遠景グラデーションとか段階グラデーションとか、まあ、以前の Lightroom のプリセットの紹介の動画とかでもよく説明していたかなと思うんですけども、こちらの名前がマスクという名前に変わってます。こちらを選択します。で、さらにここからプラスボタンを押します。そうすると新しいマスクを作成ということで、まあ、ツアーを開始押すと、まあ、Adobe の説明も見れるんですけども、いくつか機能があって、まず被写体を選択、空を選択、まあ、この2つが大きいところかなと思います。で、あとブラシ、線形グラデーション、円形グラデーションっていうのがあるんですけども、これは前からあった機能になります。で、あとはカラー範囲、輝度範囲、深度範囲っていうのがあって、多分深度範囲はまだ使えないのかな、グレーアウトになってるので押せないので使えないかなと思うんですけども、これらの機能も新しいものとなっております。で、実際ちょっとこの空を選択っていうのを押してみましょう。そうするとこんな形で、今これ赤い部分が選択された範囲なんですけども、しっかりと空が選択されているような形になっております。特にこの右側の枝の部分とかすごいですよね。こんな形でしっかりと葉っぱの部分は黒くて、でも空の部分は赤くちゃんと選択されているような感じになってます。こういう選択っていうのは、以前のライトルームだったらそれこそブラシでいちいち描いたりとかっていうのがあるんですけども、ここまで細かいものとなると、なかなかライトルームでやるのは現実的ではないかなと思ってたんですけども、まあ、それが可能になりました。で、例えばこれでこの右側のツールですね、これ例えば露光量とかを下げたりすると、こんな形で空の部分だけ明るさが変えられたりとか、色を変えられたりとかできます。いや、素晴らしいですね。ライトルームって今までは円形グラデーションと線形グラデーション、まあ、あとはブラシぐらいだったので、例えば空を選択するとき水平線とかならいいんですけども、こういった山とかがあると線形グラデーションでもなかなか難しいですし、まあ、ブラシで描くってやってもちょっとめんどくさいしみたいな形で、なかなかちょっとライトルームだけではできないっていうようなものだったんですけども、今回この空を選択っていうのがすごすぎて、ライトルームでも容易に編集が可能になりました。で、これチェックを押すと反映されるような形になります。で、今これ空を選択したんですけども、空を選択できるっていうことは、一回これ先ほどのここの右側にあるのが先ほどのマスクになるんですけども、これでもう一回空を選択を押します。はい、で、これで空が選択されたんですけども、左側にあるゴミ箱マークの上のボタン、こちらを選択します。そうすると、空の逆ですね。これがさっき空だったんですけども、選択範囲の反転ができます。空が選択できるってことは、地上も選択できるようになります。この空を選択とかだけなら、まあ、70点ぐらいかなと思ってたんですけども、これでさらにすごいのが、右側のマスクのメニューがありますよね。ここのプラスマイナスのボタンがあります。これで、このマスク2に追加、マスク2から削除っていうボタンがあります。いや、これが素晴らしくて、今これ AI で空を選択してくれ
ってはいたんですけども、やっぱり若干ちょっと赤い空でも赤い部分が残っちゃったりとか、そういったところがあります。ただこれをこのボタンでさらに手動で自分で好きなようにマスクを作れるっていうような形になります。で実際ちょっとこれマスク2から削除を押してみましょう。でこうするとまた先ほどと同じような画面になるんですけども、これでブラシを押します。でここでこの赤い部分とかを指で塗っていくと消えるんですよ。選択範囲から削除できます。でちょっと今間違えてタップしてしまって、若干山の部分とかが削除されてしまったんですけども、これは巻き戻しマークから、はい、戻せます。このような形で AI でもうある程度は選択してくれるはものの、若干気になる部分とかはこのようにブラシとかで自分で手動で選択することができます。これはありがたいですよね。でこのブラシもサイズを変えられたりとか、ぼかしですね、ぼかしをこのように変えたりとか、流量まで選択できますね。このような形で選択できたりと、かなり自由度の高いブラシツールになっております。実際これで地上部分が細かく選択できたので、これで露光量を上げたりとかサイドを上げたりとか、そういったことができます。であとはポートレートとかでも使えるかなと思うんですけども、またマスクを選択してこの被写体を選択を押すと、はい、こんな形で人だけを選択してくれます。ポートレートを撮る方とかはかなりいいかもしれないですね。僕はあんまりポートレート撮らないので、あんまりちょっといい素材もなかったんですけども。で、これ選択して、で、さらに、若干ちょっとここの、ポールの部分とかが赤くなっちゃったりするので、先ほどみたいに、マスク1から削除、ブラシで、これを、このように消してみたりとか、あとは逆に若干ちょっとここの部分とか赤くなりきってない部分があるので、この場合はマスク1に追加でブラシでこうやって塗ってあげると選択範囲に追加できたりとか、かなり自由自在にですねできるようになります。でさらにポートレートとかだと人全体に補正をかけるっていうか、例えば肌だけとか、なんかそういった編集をされることが多いかなと思うんですけども、そういった場合とかは、例えばマスク1から削除で、もうこのカラー範囲とか、輝度範囲とかが選択できるので、まあ、ちょっとこれ、肌とかがあんまりないのであれなんですけども、例えばカラー選択とかで、選んだりすると、例えばこの今、上着の部分選択してるんですけども、そうすると上着の色の部分が消えて、頭の部分だけ選択できるようになったりとか、逆に髪の方を選択すると髪の部分が消えて上着だけが選択できるようになったりとか、そういった足し算引き算、マスクの足し算引き算っていうのがかなり細かいところまでできるようになってます。これで露光量上げたりとかすると、髪の黒い部分は選択されてないので反映されずに上着の部分とかが主に選択されるようになります。で今これ赤い部分は出てないんですけども、中央上の日の丸マークの斜線が入ってるマークがあると思うんですけども、こちらを押すとマスクの表示非表示ができるようになります。いや本当この機能によってライトルームではレタッチの幅っていうのがすごい広がったと思います。例えばこういう写真でプラス一旦空を選択で反転させて地上だけを選択させて、でここでちょっと露光量を上げたりとか、シャドウを上げたりとか、でさらに続いて空を選択で、空は逆に露光量を下げたりとかハイライトを下げたりとかして、でなおかつ色温度をちょっと上げたりとかで、あとは何がいいかな、カラー範囲を選択とかで、この下の部分ですね、空、雲海、地上っていうこの写真の構造になってるんですけども、その地上部分を選択して、もっとここだけ露光量上げたりとか、そういった細かいところまで本当に写真の部分部分で補正をかけられることができます。このマスクの機能は本当に便利なので、ぜひ使ってみてください。で、あとはいつでもどこでも写真に最適なプリセットを見つけられますっていうことで、この
Adobe 先生の技術を活用してっていうことで、まあ、結論は AI でこの写真にはこういうプリセット向いてますよっていうのを提案してくれる機能になります。例えばこの写真でプリセットなのでここでですね、でこれ今写真を解析中って出てるんですけども、そうするとこの Lightroom コミュニティからの AI 提案ということで、まあ、この写真にはこういうプリセットいいんじゃないですかっていう形でいろんな提案をしてくれます。まあ、こういうのとかもいいですよね。あとなんかすごい派手派手になったりとか、結構幅広く提案してくれます。じゃあちょっと左上のこの青っぽい感じのプリセットを選択します。そうすると実際にこの AI がやった処理っていうのがこんな形で見れますね。例えばまあ AI で大雑把な形を適用させて、であとちょっと細かいところを自分でやったりとか、そういったのも可能になります。この機能もすごい便利かなと思うので、ぜひ使ってみてください。とはいえ今回のやはりメインはマスクが作れるようになったっていうところが一番大きいかなと思います。今まで遠景フィルター、段階フィルターぐらいでしか部分ごとの補正っていうのはできなかったんですけども、まあ、空が選択できたりとか人が選択できるようになった、でそれがさらに空を選択するだけじゃなくて、そっから自分で引き算足し算できるようになったっていうのがかなり大きいかなと思うので、ぜひこの機能使ってみてください。まあ、僕もちょっとこの機能をまたいろいろ使ってみて、なんか他に面白いことができるようになったら動画を作ってみたいと思っていますし、まあ、何か他にこういった動画があるといいなって思う方がいらっしゃればコメント欄とかで教えていただければ、できる限りそういった動画も作れるようにします。はい、今回の動画は以上になります。まあ、このチャンネルでは他にもレタッチの動画とかたくさん上げているので、合わせてご覧いただければなと思います。少しでもいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。